どうも、田関です。ちょっと間が空いてしまいましたが、今回も CBC のクエスト周回遠征のご紹介をしていきたいと思います。今回はストレート級、エネミーのクラスがセイバーのクエストなので、まずはアタランティスカジ編成で挑戦してみます。それでは行ってみましょう。標的を確認した。基本的に手順はいつものスカジ編成と同様です。こういうこともできる。どれにしようかな。いいだ別にクイックチェーン組まなくてもいいのですが、もはやクセでやっちゃいます。立てます。さすがはアタランテさん、高い火力が安定して出せます。ここでは NP チャージしたら宝具打つだけです。いいだ、分かった。よし、二大神に立てまする。最後はジルの HP が高めなので、バフを使っていきます。命令だな。脆い脆い。二大神に立てます。やはりスカジシステムは安定かつ高速で周回できるので便利ですね。でも正直この手の編成は他の人もやっていると思うので別の編成を考えてみました。それがこちら、水着ジャンヌをアタッカーとしたアース編成です。画像ではサポートの孔明をお借りしていますが、孔明は使わずに手持ちのサーバントのみでシステム周回してみます。それでは行ってみましょう。参ります。この編成の場合、システムに関係するスキルを1ターン目で全て使用して、2ターン目以降は、そのまま宝具を打つという流れになります。システムに関係するスキルは、ジャンルは一応全て使い、卵は第1、第3スキル、パラピーは第2、第3スキルとなります。ジャンルのスキルがまだマックスではないので、足りない NP はマスター霊装で、チャージします。では宝具です。さあ、行きますよ。聖女より、大いなる海の恵みをお届けです。ホップステップグレイトオーシャン、レオシアンダレグレス。無事に NP が溜まったので、2ターン目以降はそのまま宝具が、打てるはずです。内緒ですよ。内緒ですよ。ショータイム。青い空、エメラルド風、そしてたくさんのお友達、みんな受け取って。レオセアダレグレス。ここも NP チャージ成功。最後のターンはおそらく火力不足でジルの HP を削りきれませんが、幸いなことにカード配分が良かったので、通常攻撃で十分にクリアできるはずです。カード配分悪くてどうしようもないときは、マスター霊装を使ってカードシャッフルしてしまえば、ワンチャン可能性があります。これが水着ジャンヌをアタッカーにしてのアーツ編成でした。いかがだったでしょうか？基本的にポチポチ少ないし、
火力も出るので、アタランティス火事編成の、方が周回は楽ではありますが、所有サーバントの育成具合などによっては、必ずしもスカジシステムが最適解とは、限らないので、いろいろ編成を考えながら周回してみるのも、良いかと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。